いけないボーダーライン To be or not to be What? What? A what? A what? Yeah, a what? To be or not to be かわいい行くのか行かないのか、人生はその選択の連続です、はい、ラジオの前の皆さんが踏み出せないことを共に考え、果断に仕分けるいけないボーダーライン、はい、では早速皆さんから届いたいけないメールご紹介ください。はい、はい、千葉県にお住まいのデルタネームウィンダミアのガチ兄さんからいただきました、はい、僕は女装が趣味なのですが、ガチ兄さんなんだっけ、実は妹の制服を内緒で使っています。いいじゃない、僕自身かなりの細身でサイズなどは問題なく、問題ないんだ、妹も今は大学生で制服は全く使われていない現状なんですが、やはり内緒で借りるのは妹に対して罪悪感があるのです。正直に妹に女装していることを話して何とか公認をもらうか、このまま内緒で借りて兄弟の絆を確実に守るか迷っているので助けてくださいということでいただきましたけども、ウィンダミアのガチ兄さん、ガチな人です。ガチな人ですね、はい、いいな、私好きだよ女装してる男の人。俺はもうそれが気になってしょうがない、ね、ギャップ萌えってやつだよ。私もいいと思います。そうそう、ギャップ萌えってやつ、ギャップ萌えじゃなかったとしても本当にこのラジオ大丈夫だろうか。あれだよね、スネ毛は生えてるのか生えてないのかって聞きたいよね。生えてた方が私的には、私も女装なら生えてた方がいい、そっか。これ違うね、これなんだっけ、言うか言わないかで、ね、お二人はどうですか。言うべきですか。いや俺は、うん、あのね、まずそもそも女装はいいと思う、うん、女装は全然したっていい、自分したことあるし、あ、それすごいかっこいいね、そうだし、まあ、趣味でやったっていいと思う、うん、いいと思うが、うん、内緒で使うのはいかがなものかと、うん、いやでも内緒にしなかったら、うん、いや私の使うのやめてよってなっちゃうじゃん、うん、もう楽しめなくなっちゃうよ制服が。いやそれリアルな、じゃだってさ、なんかリアルな制服だよ。でもそれはさ、リアルな制服楽しみたいのはわかるけども、うん、そこ筋通していかないと。だってそれはもはやリアルな制服を使うという罪悪感を楽しんでるでしょ。だってしかも内緒で使うっていう罪悪感を楽しんでるじゃん。でもその背徳感もいいんじゃない。確かにガチ兄さんはその背徳感もう人として謝れ。違うな、言わない方がいいよ、いいじゃない。いやもうその前に本当に妹さんに言ってあげてほしい。いやだってもうもはやさ、うん、いいわけじゃん。だってあの妹使ってないし、なんか使わせてくださいって素直に言えばさ、なんかそこで、うん、いいよって言って一生貸してくれるか、うん、やだお兄ちゃんガチってなって、うんうんうん、あの取り上げられちゃったらそれもそれガチ兄さんかわいそうで。いや俺は自分の家族で思ったけど、うん、姉さんに、うん、俺姉さんの服着ていいって言ったら、うん、別にいいけど。内田さんはどういう状況ですか。いや多分借りたい人にもよる、気になる、別にあなたが規定、うん、あの着たいんだというなら私は否定はしないけど、うん、内田さん着たいの。着たいわけねえだろう。ダメ、着たいわけねえだろうが。なんで言ったの。なんで言う。デルタ招待のガチ兄さんかもしれない。あ、そうか、ガチ兄さんなの。デルタ招待。いや問題があるのは、いや勝手に来てたら、勝手に来てたら問題やろ。だって俺がさ、どうする。だってさ、ある日俺のさ、あのこうネットに上がってる写真見たらさ、あれ内田真彩も来てるってなったら困るでしょ。内田真彩と同じ服を着てネットに写ってるってなったら困るだろう。じゃあちょっとあまりにも女性感がありすぎる、女性感がありすぎて。いやでもファンからしたらいいんじゃない。お姉さんと一緒の服だみたいになってんじゃない。そんな心の強いファンがいるんだろうか。いやでもそれはほら家族間的に。いやでもちなみに俺は姉さんのワンピースを T シャツだと思って着たことがあるんだけど。ではここで見極めのお時間です。言い訳させて。はい、デルタネームウィンダミアのガチ兄さんのケースは鈴木みのり的にいっちゃいましょう。内田ゆま的にはちゃんと言いましょう。もう一度よく考えましょう。いや、鈴木みのり的には言っちゃいましょう。のぞみるはのぞみるは言わなくていい、言わなくていい、なんか、うん、このまま言っちゃいましょうってことね。このまま言っちゃいましょう。家族に一つや二つ言えないことはあるんですよ、誰でも。そうだ、そう。いや、そして知らなくてもいいことは世の中にはたくさんあるんです。あるある、一人で楽しい。